はい、どうもランラン先生です。さあ、それでは皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、で早速私ランラン先生からお話があります。私ランラン先生は去年の12月31日までにチャンネル登録者数を200人目指すと YouTube で言いました。結果1月1日になってチャンネル登録者数174名でした。いやー、本当に残念な結果になってしまいました。とっても正直悔しいです。でも私ランラン先生はまだ200人という目標を諦めずにやっていきたいと思います。絶対に最後に笑えるように頑張っていきたいと思います。みんなも一緒に頑張って応援してください。200人目指して頑張ります。頑張るぞ。おー、はい、っていうことでですね、まあせっかく1月1日2022年になりましたね。私ランラン先生からせっかくなんで一つランランチャレンジをやりたいと思います。さあ、ランランチャレンジ、イエーイ。さあ、みんなこれできるかなね。前転で、前転っていうのはね、前回りでくるんって回って、こういう技があるんだけどね、この時に立つ時にね、膝が開いちゃったりするお友達がいると思うので、今日はここでランランチャレンジ、ランラントレーニングです。さあ、それではみんな、まずはこれを用意してください。はい、それではサッカーボールです。サッカーボールじゃなくてもね、お家に何かボールがあったらそれで大丈夫ですので、それを用意してもらって、そのままこのボールを膝と膝の間に挟んで、後ろにコローンって転がったら、そのままサッカーボールを落とさないように、あーって落としてはダメです。今日のランランチャレンジ、たくさん頑張って、もっともっとレベルアップできるように頑張っていきましょう。いいですか？はーい。はい。じゃあ、それではみんな、またねー。さようなら、ランラー。